はい、女性保管計画です、えー、長々とねやっぱ熟年離婚10年ともなるとね喋りたいことが次から次へと出てきてなかなか進まないんですけれどももっとねなんかピンポイントで喋れたらいいなと思ってたんですけども、えーえー、とりあえず自分がねもう一回その修復,、えー、復縁する可能性があったっていうのを復縁を選ばなかったっていうところまで。 話しましまたはいそれで、うん、その復縁の機会っていうのがねやっぱりちょっとなんかなんだろうねやっぱ経済ってお金っていうのとかによって人って選択を変えるっていうか結局そこで物事って考えてるのかなみたいなすごいなんかうん。 まあ自分も分かるんだけど気持ちは分かるんだけども複雑な気持ちになったっていうのとでそこで、えー、一応2年前家を売り自分は結構この時にいろいろねそのリボ払いでもう,うち地獄になってた返済のあるクレジットとか全部なくしたりとか負債を全てなくまあね借財を全部負債を全部返済して。 まあ、一人で暮らしてたら月々最低でもまあ十うん日本円でいうとまあ15万から20万ぐらいあればたった一人でもまあ生きていこうと思えば本当にに、ね、カツカツな生活かもしれないけど生きていけるのでそういった感じで生きていくための、まあ、生き延びる方法っていうのを体制に持っていきましたと。 まあそのためにはだからそのリボ払いの借金とか住宅ローンとかっていうのはもうものすごい足かせだったんでうんえそれを全部整理したであの元奥さんとかとの関係っていうのも整理してであの子供たちともね子供たちとも会ってやっぱりうん自分はそういう生き方したいしもう一人で経済的にも自立しないとうんよくない 良くないで自分もやっぱもうそれ以上払えることはできないっていうのをきちっと言ってえー、うんまあやっと別れたんですね8年間だからこのね住宅ローンを払い続けるとか養育費とかを援助するとかっていうのが続いてるとねじ離婚してるけど離婚してないんですよねうん。 だからいつか戻れるっていうような感じになるんですけどって思ってるんですよ思っちゃうんですうんだから結局依存から抜けられてないんですよ穴が大きく開いたんだけども実際にはこの穴っていうのがいつかもう一回埋まるっていうことがありうるっていう可能性をどっかで信じてるんですよねで いいろいろ考えてね、その復縁する機会があった時でもねまた起きると思うんですその時ね結構もう一回ってねその元奥さんをこっちにヨーロッパに招いて話したりとかしたんですよでそこでちょっと自分の心に従おうと思ったのねでも、やっぱり、 そう結婚せだから失ってからその結婚生活の20年の結婚生活の綺麗なところばっかりがよみがえー、蘇ってくるんだけど結構な心痛もやっぱあったわけで好みが決定的に合わないところとか考え方が決定的に違うところとかそういったところも数限りなくあるわけでそういったのがもう一回蘇ってきてやっぱそういうのの集積で結局 自分たちが決断した離婚っていうのはもう一回後からやり直せるっていうような話じゃなくてもう不可逆的なだから元通りにはならないようなでその元通りにはならない決断をしたっていうことを責任を持ってその後の人生を生きていく方が自分には有意義っていうか絶対繰り返すなって思ったんですよね。 また喧喧嘩嘩すするるぞぞ同じこと喧嘩するぞって、まあ、実際だから自分が嫌だった,たったなこの彼女と付き合うの厳しいなと思ったようなことがその35歳の時36歳の時とかねなんかやっぱまたうっかって出るんですよね。うん、でやっぱこれはお互い寂しいしまた結びつけば。 それはそれで何か楽しいこともあるかもしれないしやりやすい相手もかつて付き合ってたからかもしんないけどやっぱり多分うまくいかないって感じました勘でねうんだからこの時点で僕はその別れた奥さんへの依存っていうのが断ち切ったんだろうななんかねうん 自分の心の中で切れたんだろうなって思います。うん